バッハのパルティータはですね、フランス組曲やイギリス組曲と同じようなバロック組曲の一種で、いくつかの同じ調性の舞曲が連なって出てくるわけなんですが、その中でも、必ずどの組曲にも出てくる舞曲というのが4つありまして、その順番もですね、コース料理のように決まっているんですね。それはアルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグというこの4つの緩急緩急という踊りが、必ず出てくるんですけれども、その他にですね、最初のアルマンドの前に前奏曲とか助走みたいなものが置かれる時もありますし、それから最終曲のジーグの前にですね、ギャラントリーといって他の舞曲がいくつか挿入される時もある。このパルティータ第1番のギャラントリーはメヌエットでありまして、このメヌエットはもうすでにこのシリーズで取り上げました。今日は、パルティータ第1番の中から冒頭の第1曲プレリュードを演奏します。バッハの鍵盤楽曲はこのシリーズでも何回か取り上げていますけれども、多くの場合は楽器名の指定がないんですね。まあ普通はまあチェンバロやなんかで演奏したんだろうと思われるんですけれども、すごいところというのは、このモダンピアノで弾いてもバッハの曲っていうのは魅力があんまりこうね、現じないどころか、むしろ新たな魅力みたいなものが生まれることがある。特に今日演奏したこのパルティータ第1番のプレリュードは、ピアノで弾くとすごくこう柔らかいね、優しい響きになっていいなというふうに私は思っているんですが、このパルティータ第1番、本当はこの全音ピアノピースのね、139番に全曲入っているんですが、全部弾くと結構長いし、で、私はこの曲勉強したことがないので、そのうちにちゃんと取り組んだら、ご披露する機会があるといいなと思います。今日はこれにして。